まだ眠ってなかったんですか？君こそ。アリスの悩みを聞いてたら、くなっちゃって。相談事だったの？はい、今朝の答えを聞いても。もう少し、考えたらダメ。毎日考えることが多すぎ、待ってたら忘れてしまいそうなので。手っ取り早いと思ったんだ。同じ家に住むのは弟子も伴侶も一緒だから。同じ人間に両方受けももらえれば面倒が減る。失望した。正直かなり想定ないか。そりゃまあ。でも弟子は師匠から独り立ちするものだろう。君が僕の先生になって、いろいろなことを教えてくれて、一度離れて、それでもそばに戻ってくれて、手放さなくなって、だから君は僕のお嫁だからって言った。夫婦って一緒にいるものなんだろう。正直今はそうとも言えないです。え？離婚する夫婦も結構いるんですよ。今は夫婦とか師弟っていうのも解釈の役の一つですよ。役？この世には親子とか友達とかたくさんの関係や役があって、それぞれ受け持ったりそれを願ったりしてるんじゃないのかなって。役の名前も人って全然違う言葉で言い表せて、だから私たちもとか夫婦っていう役をしてるけど、でもそれに厳密に来る必要はないというか。君は僕のお嫁さんの役や戦略を当てはめられるのは嫌ってこと？いえ、それはどっちかっていうと望んでます。嫌じゃないです。ただ始まりがどうであれ、役がどうであれ、私はあなたのそばにいるのが嬉しいし、あなたが私を手放せないと思ってくれるのが嬉しいと思います。嬉しい？嬉しいっていうのはこう、明日もなんとか過ごせそうだって、この思い出があればちょっと大変なことがあってもなんとかでなって元気になるというか、内臓がわーっと。そうか。じゃあ今君と話せた僕はって、ベッドに帰るのは寂しいんだね。僕は今夫婦の役をやるのは嬉しいと多分思ってる。だからこの役を続けてもいい？正直嫌だと言われても困るんだけど。まだ先生も続けてるんですからね。うん。